はいどうも、ノベリオタギャラリーでございます。今日も早速やっていきたいと思います。ということでですね、今回やっていくのなんですけども、僕、ノベリオタギャラリーがですね、まあよく絵を描くときに一発描きっていうことで、下描きをせずにですね、そのままミリペンを使って絵を描くですね、スタイルでですね、皆さんにお届けさせていただくことが多いんですけども、それをやる理由っていうのをですね、今回お話ししようかなと思います。きっとその理由を聞いたらですね、絵が上手くなるヒントはですね、たくさん転がってると思いますので、 ぜひですね今回の動画最後まで見ていただいて皆さんも一緒にですね画力アップしていきましょう はい始まりましたけども今回はですね初めてじゃないかな僕自身が一発書きっていうか自分のスタイルをお話しするっていうかそのスタイルをする理由っていうのはですねお話しすることは多分初めてなのでまあよろしくお願いいたしますまあ一発書きっていうのは何なのかって言ったらですねまね捉え方も全然違うと思うんですけどもまあ一発書きはま僕の中ではミリペンを使ってですねもうそのままもう紙にですね一つの作品を作り 上げていくっていうのが僕の中ではですね一発書きの分類に捉えておりますこれをですねどういう風うに捉えてるかによって全然違うとは思います が僕の中ではね一発書きはこれかなと思ってですね皆さんに今回ね説明させていただこうと思うんですけども、まあ、今回ねもう僕がですねいつもね、まあ、アートの世界でお届けしてるのはきっとまあいろんな、ね、画材に書かせていただいてるんですが基本下書きをしてる姿っていうのはですね多分皆さんに見したことないんじゃないかなと思います、まあ、その理由をですね今回お話しする内容になっておりまして一つはですねあの ミスに気づきやすくなるっていうののが僕の中では1つです、ね、一発書きを本当に2年半ぐらいねもうずっと書き続けてきてですね思ったことでございますんで一、まあ、つ目ミスに気づくっていうことでえミスに気づくって別に下書きしてても気づかねって思う方多いと思うんですよね確かに普通に下書きだから下書きをするんだよねだから下書きをしてインキングするから基本ねあの下書きの段階でミスに気づいて消しゴムを使うっていうね まあ、スタイルだと思うんですけども、まあ、それはそれで一つのスタイルとして僕はですね素晴らしいなと思うんですが僕のスタイルは基本一発書きででミスに気づくのがですね結構分かりやすいっていうか下書きって基本消すので、まあ、そのねあの下書きっていうものは基本残らないじゃないですか紙の上にですねでも一発書きするともうこの状態で、まあ、インキングね、まあ、ペン画に関してね言うともうこれ消しゴムで消せないんですよねということはミスをそのまま作品に載せ てしまうっていうことに繋がると思うんですけども、これはですね結構ねあの賛否両論あると思います。いやミスのまま残しちゃダメだろうって思う方もいるし、そのねまあ僕自身はミスに気づくっていうねまあ例えば今ね適当にこうやってですねまひまわりくんとか書かしていただきましたけども、まああのこことかはみ出してるとか、まこことか線が繋がってないと。 かあとはここはですね統一されてないとかいろんなですねミスを簡単にインキングしたらですね気づきやすいんですよね。ねまあこれを実際下書きすればここをですね間違ってたら消すとかちゃんとつなげようっていう意識をですね変えることはできるんですけども僕ね絵が上手くなるですね成長スピード早いのは僕一発書きだと僕は心の中で思ってるんで、まあ、心の中で個人的には思ってるので。 で結構ねこのねミスっていうことはこれこのままね一つのね一枚としては書ききることは皆さんしてくださいね。で描ききった時にあの時ここ線足りなかったのとか線がですねちょっと統一されてなかったな色の濃さとかがあとはここはみ出しちゃったなっていうことをですね結構ね覚えやすくなるんだよね。下書きもちろん僕も下書きしたことはあるんですけども下書きしてる時って。 とこのねあのねあ一発書きする時で結構ねこのミスに気付くっていうことに関して言うと僕はまあ下書きはもちろん下書きの時にミスに気づくからいいんでしょうけども一発書きしてで、ね、ミスに気づくとこれねね もう2年半ね絵をね結構 YouTube に上げさせていただいたりもしてますけどもずっと覚えてるんですよね。これが僕の中では絵がうまくなるですね成長にね必要なことだなと思っておりましてこの気づくポイントっていうのをですね絶対に次しなくなるんですよ。これねあのマジだと思います。僕はあの基本こここれでですねあの覚えてるのでここに関して であの次はちゃんとそういえばここのねあの前回話した時に今もね僕はこうやって YouTube ねあのちょっとずれちゃったけど今もこうやって YouTube で話すことによって僕のミスも自分でね改めようっていうことでですねあの覚えやすくはしてるんですけども2回覚えやすくしてるのでですね一、まあ、人よりはねあのミスに気づきやすくはなると思うんですが次はねあのさっきあのここの時はあのちゃんと線つながってなかったけどもちゃんと線をつなげて書いてみようとか今度はねちょっと雑だったからゆっくり書いてみようとか こういうのって結構僕はですね一発書きの方があのミスに気づいてですね今度絵描く時にもっと慎重にもっと丁寧に描くようになるんだよね。それってめちゃくちゃいいことだなと思っておりまし でまあ、基本ねあの絵に関して焦っちゃダメですからね焦る必要はなくてもちろんねあの納品する期間がめちゃくちゃ、ね、短くて、まあ、あの納品しないといけないところあったらあのそれは多分あのそ,のその人のスケジュールの問題っていうかその時間管理ができてないから多分そこを改めないといけなくなってくるんですけど基本絵描く時は本当にのほほんとちょっと近くにコーヒーとかカフェラテとか自分が好きな飲み物を置いてさあの麦茶でもいいですよ で、扇風機、クーラーでもいいですしね、あのセミの鳴き声聞いて、セミとかね、東京とかマジで鳴き声全然聞こえなくてですね、ちょっと夏を感じれてな、ね、い、まあ暑さぐらいは感じてるんですけども、そういう感じでですね、ゆったりね、まあ朝起きてからね、まあ僕はランニングするんですけども、ランニング後にですね、まあ窓開けてセミの鳴き声聞いてですね、ちょっとね、あの優雅に絵を描くみたいな、ちょっと時間がですね、追われてしまうとちょっときついかなと思いますので、でマジで今自分がゆっくりできてるなって思う時に絵描いた方がいいからね。 それが僕はまさにその絵を楽しむ秘訣だと思います。なので、まあ今度ね、絵を楽しむ秘訣っていうか、絵を描くことが楽しくなる秘訣みたいなのをですね、お話ししようかなと思いますのでね。まぁ、あ、あの、今回のですね、このね、一発描きに関しては、まあとりあえずミスに気づきやすくなるっていうのは、両方ね、あの、下書きしてもですね、気づきやすくはなるとは思うんですが、僕はやっぱりこっちのですね、一発描きの時のミスに気づきやすい方が僕はいいなと思っております。あとはですね、やっぱりその一発描きすることに、 によってこのペン1本 で自分が書き上げててるんだっていうことをですねちょっとね、実感するスピードが速いし、ワクワクさっていうのはね、やっぱこっちの方がね、一発書きの方が僕は楽しいなって思うので、一発書きすることが多いなっていうのがまたね、一つの理由かなと思いますね。ワクワクさがやっぱね、あの、強いんですよね。一発書きすると。もちろんね、ミスに気づくっていうか、ミスもね、あのもちろんあの最初の頃は増えると思います。だから、ミスしてもいいと思います。なんんら失失失敗敗どんどん敗しししてててどど でまずは自分がもう本当に書きたいものを書くもうそれでいいんですでそれで、まあ、あのこれ大切なことはミスねあの作品を書き上げましたと書き終えた時にあのもう次行こうってする人いるかもしれないんですけどこれダメだからね一回見て自分があの一通りですねこの中でわこれちょっと自分の中ではミスだなっていうポイントはですね、まあ、あの作品にね丸しなくてもいいのでメモ書きで、まあ、ここだったらちょっと線が足りなかったとか。 がででいいので、まあ、自分でねその作品に対しての反省点っていうんですかね,ねよかったポイントとか反省点っていうのはですね書き上げるとか頭の中でですね考えて、まあ、その作品とのですね向き合い方は終わるみたいな形にしていただかないと、まあ、書き終えてもう自分はねミスに、ね、あの気づいてるけどもそれでもまあ次いちゃうみたいな感じにするよりはちゃんとミスとはですね向き合ってそのミスが次の作品ではなくなるようにしていくっていうことは大切だと思いますね。そういうと ところまあ一発書きするとですね考える時間ってやっぱ増えるのでそれをあの踏まえた状態次の作品行くっていうねまあ一発書きの良さでもありますからぜひですね皆さんもね一発書きしたことないよっていう方はとりあえずね一発書きしてみればいいと思いますまずはその一発書きの楽しさっていうのを知っていただいてで一発書きするとですねやっぱりですね僕はそのなんていうんですかね上手い下手がめちゃくちゃ出ると思いますその線の一本書くのモードそうだし丸を綺麗に 描くっていうのもですねちょっと下手くそだけども丸とか一つ一つ描くのにしてもですねちょっと綺麗じゃないなとかまあやっぱ線とか丸とかっていうのはですねいろんな絵の中にですねたくさん含まれてるものでもありますからそれに気づきやすくなるなって思いますそその下書きでですねねもちろん、ね、綺麗に丸描いてそれからイン,キングしたら綺麗なな丸にはなるんですよそれの方が作品をですね依頼されて届ける分にはですね必ず下書きをしてくださいっていうのが僕の気持ちなんですけどもまあね一発書きするとですね うういう点もです、ね、あここ自分失敗だなっていうか自分下手だなって思う場所っていうのは多分それぞれですね出てくると思うんだよねそしたらそこをですね重点的に練習するっていうですね自分の今からのですねこれからの課題っていうのも見つかるからですね僕は一発書きをですね結構ねおすすめしておりますそれでもやっぱ下書きしたいよっていう方は全然下書きした方がいいと思いますそれの方が楽しいっていうのもありますしまあ一発書きしたら一発書きのならではの楽しさもありますから、まあ、どっちがいいかはですね まあ皆さんの自分のスタイルに合わせてですねしていただけるといいんじゃないかなと思っております、まあ、あとはねさっき言ったけどもそのミスに気づいて慎重になるっていうのもあるんですが一発描きするとですねもっっっとと丁寧ににかなないとっていいててうねスタイルになっていくんですよねこれって結構大切って結構ねその絵と向き合うためにも一発描きの方がいいなと思っててでもねあの全体を頭の中でイメージできない方っていうのも多分中にはいると思うんですけども僕は基本描いてる時にその作品の、ね 雰囲気というかここに何を入れようというのを考えながら書いているっていうのがあるので、まあ、あの全体像を見ながらこうやって書いていこうかなと思うんですけどもそれがイメージできにくいとなかなか難しいかもしれないんですが。 でも、その作品を書き上げるっていうことに関して、ミスを極力減らそうっていうね、慎重さにもつながるんですよね。慎重に書いて、慎重に書いてですね、一、まあ、つ書き上げるっていうですね、その時間をですね、やっぱ、あの、時間を感じないっていうか、も,うもちろん、下書きするっていう時間も大切だと思いますし、そしてインキングする、そして色を塗るなら色を塗る時間っていうね、一つ一つ区切りがあると思うんですけども、一発書きっていうのは、一つの時間でですね、一つを完成させるっていうね、その、 やっぱ集中力ってまあ一回切れるとやっぱ休憩しようかなみたいな気持ちになるじゃないですかもうその下書きしたら下書きしたからちょっと休憩しようかなみたいなねでインキングしてインキングしたらちょっと休憩しようかな色塗ってみたいなねその段階が3つ3ステップがあると思うんですけどももっとあるかもしれないんですけども一発がきてワンステップなんですよねだからそのワンステップでもうそのミスに気づくしその,その作品ではミスに気づくかもしれないんですけども次の作品に活かせるようになるっていうのがあるしワクワクさっていうのも大切 だと思いますしで、まあ,あの慎重になるんですよね。で、それを書き上げるとやっぱ最高だなって僕はですね。思うので皆さんもですね。是非一発書きしてほしいなっていうね。まあ、基本このね。あの大きく言うと、まあ1個2個。まあ3つぐらい慎重さっていうのもありますから、それをね。あの僕の中で一発書きをする理由かなと思います。成長にね。ながるんですよね。まあ、今回ね。お話ししたことっていうのはまあ、僕自身がその1発書きっていうか、もう一つのですね。下書きも せずにです、ね、もうインキングピグマのミリペンで描き上げるというスタイルが好きな理由をお話しさせていただきましたけども、まあ、これがね、まあ、僕のスタイルであって皆さんのスタイルではないと思いますので皆さんにとってですねいいスタイルっていうのをですね、まあ、これからね探していただくのもいいですしちょっとやってみようかなと思った方は是非ねチャレンジしてみていただけるといいんじゃないかなと思います。まあ、自分が手手いいいいいとととか下手とかか下下ねね気づきやすいというか上手い下手はないんだけども正直、ね、あの絵の世界 においてまあだからそのなんだろうなうまいように書くとかいうのもいらないし下手,、まあ、下手に書くっていうのはないと思うんだけどもそのうまいように書く必要はなくてそういうのを考えると一発書きしてでその、まあ、キャラクターを書くとかなるとですねやっぱ下書き必要だと思うんですけど僕みたいにね存在してるようで存在してないものをよく書くことが多いのでそういう方はね一発書きとか結構向いてるんじゃないかなと思いますね。 好きだよっていう方はですね一回ね一発描きしてみていただけるといいんじゃないかなと思いますきっと自分がですね描いてるスタイルこそが正解だと思いますのでぜひですねそのね自分のことを信じてそして絵を描く楽しさも知っていただいてですねまあこういう感じでですね自分はやってるよっていうのがありましたらコメントに書いてですね情報を共有していただけると嬉しいなと思っておりますということでですね今回はですねまあ僕自身がまあよくアートの世界で絵を描いてるスタイルですねまあそれをやる理由に関してですねお話しさせていただきましたまあ まこれをですね、聞いた上でですね、皆さんもですね、きっとね、一発書きちょっとやってみようかなっていう気持ちになってくれている方が一人でもいたらですね、めちゃくちゃ嬉しいなと思っております。まあ、これ以外にも、たくさん細かいことを話すとですね、もうキリがなくなってしまいますので、今回はですね、このような形で簡単にまとめさせていただきました。皆さんと一緒にですね、また明日以降もですね、どん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 画力アップにですね、まあ努めていきますし、皆さんと最高のアートの世界をね、もっと開けていければなと思いますので、ぜひこれからもよろしくお願いいたします。ということで また明日の動画でお会いしましょうバイバイありがとうございましたぜひ皆さんやってみてくださいバイバーイ